創造の戦場に降り立った僧人たちの戦いは続く。彼らは石壁でクグスの術から逃れると反撃に転じて平清盛を帝軍山へと後退させた。僧人と夏侯派は平清盛を追って帝軍山へと向かう。その地は本来曹操が宿敵劉備と覇を競っていた地。妖魔軍に踏み荒らされるなど僧人には許しがたいことだった。ほどなくして帝軍山に到着した僧人と夏侯派はすでに陣を構えていた討伐軍の面々と合流する。そこには彩花孫一と異界の聖女ジャンヌ・ダルクの姿があった。ついに清盛を帝軍山に追い詰めましたね。相変わらず妖魔だらけですが。心を意のままに操ろうなど言語道断。この地にて清盛の野望をくじかん。聖女さんは先に戻ってな。ここは俺たちだけで大丈夫。いいえ、助けていただいたお礼です。私も一緒に戦います。おいおい、なんてけなげなんだ。もう存在そのものが奇跡か。いざという時には俺たちがいます。戻る途中で襲われる方が厄介ですよ。まあそうかもしれねえな。じゃあ俺のそばから離れる。ここも変な奴らが押し寄せてくるようになっちゃいますね。天地が歪めるこの帝軍山殿の声、騒乱をもたらす役は罰壊させる。ですよね。俺たちが守らないと。しかも我らこそ葬儀鉄壁の鳥。心配いらないぜ、聖女さん。あいつらは腕が立ちそうだ。そして何を、この俺が。いいえ、私も戦います。さあ、行きましょう。未来を救うために。この戦、守備よく進んでるな。もう勝利はもらったようだ。Thank you.
ち取ったぜ。任せときな。時の勝利に酔うほど愚かではない。呪いの定めから逃れることはできん。宗主公参る。いやいやいや、それはないでしょう。城下町のみんなが無事か確かめなくては。まばゆいばかりの美女が一人。こいつは放っておけないね。
顔もイケてる。それが俺さ。おお、しまいだぞ。自分のいい働きだ。やるねえ。けどまだだぜ。少しくらい参る。こんなもんだぜ。せっかく清盛を追い詰めましたが、またも逃がしてしまいましたね。ま、聖女さんが無事なら俺は満足だぜ。関羽や孫権も清盛から解放できたしな。一度に多くを望むことはねえさ。少しずつ戦果を重ねていけ。孫一殿の言う通りだ。何事も焦ってはうまく運ばん。そうですよね。ねえ、仲間を取り戻せたんです。きっと次こそ清盛のやつを倒してみせます。清盛や妖者に挑むなら俺の力も必要だろう。期待してくれていいぜ。